魂は死せず、またさまようこともなく受け継がれるのみ。幸いなるかな、命の結束。世はすべて林間の断りの中に。どうしてここにお墓作るも？おっちゃん、村に返してあげないのかも。命を落とした場所に埋めてやるのが傭兵の魂の弔い方なんじゃ。ごめんなさい、バンダムさん。私が、あんな奴らの話を聞いたばっかりに。ごめんなさい。ごめんなさい。君が悪いんじゃない。いずれあいつらは俺たちの前に現れたと思う。俺たちみんなバンダムさんの命を救われたんだ。今はありがとうって送ってあげよう。バンダムさん、俺戦うよ。俺の戦をホムラと一緒に。ホムラ。起きないんじゃないかって心配してたんだ。ところでホムラ、昨日のことなんだけど、光って言ったっけ？なんで急にあんな風になったの？え、それは私も知りたい。あの力普通じゃなかったよ。あれが天の聖杯の本当の力？あんたの身に一体何が起きたのかちゃんと説明してよ。トラも知りたいもん。ホムラちゃんすんごく強かったもん。なんでも、なんでも。これ、予算かお前たち。あれは、つまり。どうして、どうして私を起こしたの？起きたくなかったのに、出てきたくなかったのに、この力を使いたくなかったからあの子に代わってもらっていたのに、なんで起こしたの？起こすって。君がもっとしっかりしてれば起きずに済んだの。この力を使わずに済んだの。バンダムって人に言われてたんでしょ？力を効率よく使えって。今は逃げろって。無理して無茶して、でこれってもう最悪じゃない。なんであの時。分かってるよ、そんなこと。分かってたよ、あのままじゃダメだって。レックス、それでも俺、あいつらに君を渡したくなかった。君を守りたかったんだ。やだ。とにかく疑問があったらあの子に聞いて。以上、あとよろしく。あ、ずるい。ごめんなさい、皆さんお騒がせしました。
私と滅は天の聖杯。この世界を消し去ることができるほどの力を与えられて生まれたブレイドでした。滅も天の聖杯なの？ある時、一人の男が神に会うために世界樹を登って楽園を目指しました。でも楽園へとたどり着いた男は神には会えませんでした。男は神の御座にたどり着いた証としてコアクリスタルだった私と滅を持ち帰りました。そしてアルストに戻った男は滅を目覚めさせたんです。何のために目覚めさせたのかはわからない。欲のためか、力のためか、それとも。目覚めた滅は天の聖杯として与えられた力を、世界を消し去る力を振るいました。何の疑いもなく、純粋にそれが当然のこととして。私はそんな滅を倒すため、一人のドライバーの求めに応じて目覚めました。私と滅は戦った。激戦の末、私は滅を倒すことができたけれど、その戦いで三つのアルスが沈んでしまった。戦いの後、私はこの力が二度と目覚めることがないよう封印し、この姿、この人格となって眠りにつきました。500年前の出来事です。聖杯大戦じゃ。光を目覚めさせたのは五王国イーラの英雄アーデル。アーデルは世界を守るため光のドライバーとして戦った。わしらアルスもその戦いに加わった。人と共に生きる、それがわしらアルスの定めじゃからの。ちっちゃん、アーデルは眠りについたホムラを一隻の船に隠し、誰の手も届かぬ雲海の底深くに沈めたんじゃ。その船を俺が見つけたのか。そして俺とホームラは、私たちの出会いは運命だったと思います。でなければ光ちゃんは目覚めなかった。光ちゃんって呼んでるの？あの場所、夢の中の楽園、私と光ちゃんはいつも話をしていました。いつか私たちが目覚める時が来たら、その時は楽園に帰ろうって。帰って私たちの本当の目的を果たそうって。それは再び滅を倒すっていうこと？さっきはごめんなさい、光ちゃん、あんなことを言って。光ちゃん、レックスのことを守りたい一心で出てきちゃったんです。自分に施した封印を解いて、天の聖杯としての力も使って、私が使うこの力は、そんな光ちゃんの天の聖杯の余剰エネルギーだったんです。気にしないでよ。俺が力不足だったのがいけないんだ。それより、本当のこと話してくれて嬉しいよ。そしてありがとう、みんなを守ってくれて。守った？私が？ホムラの力はすごいよ。伝説は本当だったんだなって思った。ごめんなさい、
私、ホムラってさ、よく謝るよね。それってさ、光の聖杯の力を気にしてるからだろ。俺さ、ホムラがそんな風に謝らなくてもいいように、悲しい顔しなくてもいいようになりたい。うん、必ずなるよ、レックス。力はそれを使う者の心の形、バンダムさんはそう言った。ホムラの力はみんなを守る力だ。守られた人たちはみんな笑顔になる。ホムラやみんながいっつも笑顔でいられるようなドライバーに俺はなる。女を泣かせる奴は最低の男だ。女を笑わせる奴は最高の男だ。サルベージャーの合言葉その3ってね。兄貴、花の修理ちょっと手伝ってほしいもん。わかった、今行くよ。そうだ、今日の晩飯何？ミートボール入りポトフとかどうです？おお、そいつは楽しみ。あれがレックスという子じゃ。悲しみを笑顔に変えて明日への力とする。似とるじゃろう、アデルに。これは？それを持ってアーケディアへ行け。その探検の持ち主が楽園への道を開いてくれるだろう。これブレイドの武器だよね。持ち主って誰なの？わしのドライバーだった男だ。ドライバーって、え、まさか。コールはブレイドじゃ。聖杯大戦を共に戦ったな。本当の名をミノチという。ブレードなのにおじいさんみたいだもん。なんでも騎兵のもの、マンイーターだからな、わしは。マンイーター？人の細胞と融合を果たしたブレードのことだ。聖杯大戦よりずっと以前、人とブレイドのさらなる可能性を模索した者たちがいた。わしはそんな者たちの手によって作り出されたブレイドの慣れの果てだ。昔の人はどうしてそんなことをしたの？人間と融合したブレイドはより得意な能力を身につける可能性があったからだと聞く。だが成功例はわずか、ほとんどが失敗したようだ。わしもその一人。わしはその代償として無限の寿命を失った。もうあまり長くはないだろう。おじいちゃん、それがついえる前にお前の行く末を見てみたい。その探検は同票だ。歩いてくれるか？ああ、もちろん。俺からも一つお願いがあるんだけど。なんだ？今度はさ、バンダムさんの物語書いてくれないかな。バンダムの？うん。そして劇団の人たちに演じてほしいんだ。楽園を見つけたら報告に戻るからさ、その時に見せてよ。そうだな、それがわしの責務かもしれんな。いいだろう、約束しよう。その代わり必ず戻ってこいよ。わかった、約束するよ。
紹介に戻ってからスペルビアを経由して鳳凰町が最短ルートだな。港に紹介の船が来ているかもしれんの。ならタダで乗れそうだね。行ってみよう。お金いらないんですか？サルベージャーならタダで乗れるんだ。ホムラたちのことも交渉してみるよ。それは助かるもん。おい、レックスも生きてたのかも。なんかいっぱいお供連れてるもん。あんた結構有名人なんだね。ま、ここでの仕事も長いからね。さてと、俺は帝国行きの船の手配してくるから、みんなは先に宿に行っててよ。オッケー、じゃあ後でね。というわけで出航は明日。それまでに各自準備よろしく。承知いたしました。了解ですもん。ここのお茶美味しいですね。世界各国から珍しいものが集まるところじゃからの。気に入ったか？はい。出航まで少し時間あるからもう一度お茶できそう。船旅の後だと宿屋で寝られるのはありがたいよね。俺も泊まり慣れた宿でゆっくり休めそうだよ。ですか？見たでしょ。え？エッチ！あんななりしたって見るなと言われてもの。まったく同感です。もうちょっと露出を抑えるとかできんもんじゃろうか。私は大好物ですが。ホムラ？あ、おはようございます。さっきはごめんなさい。ひかりちゃん寝ぼけると徘徊する癖が。そうなんだ。変なことしませんでした？いや、してない、してない。俺なんにも。いえ、そうじゃなくてひかりちゃんが。ああ、ひかりに。ちょっと物を投げられたくらいか。うん、やっぱりこれその時のですよね。ごめんなさい、痛かったでしょ？ああ、大丈夫、本当平気だから。そうですか。私まだちょっとズキズキしてるんですけど。いいもんじゃな、若いっていうのは。
全く同感です。わしらも欲しいな彼女。いえ、私は結構です。和田摘み。はい。ただいま帰還いたしました皇帝陛下。ご苦労様でした。家具土も。恐れ入ります。久しぶりだね家具土。あなたも元気そうね和田摘み。天の聖杯やはり本物でしたか。はい。少年ですか。格好からサルベージャーのようでした。ぜひ一度会ってみたいですね。お望みとあらば。先刻アーケディア行きの輸送船が襲われたとの報が入りました。輸送船が。積み荷はコアクリスタルとのことです。コアクリスタル。イーラですか。おそらく。運よく脱出できた者の話では仮面の男だったそうです。シン、あの男が。これで3隻目。インビディア側でもかなりの被害が出ていると聞きます。申し訳ありませんでした。トリゴで捕らえたイーラの少女、厳しく尋問すべきでした。私の責任です。あなたが必要と思ったから自由にさせたのでしょう。ならばそれで十分です。それに相手があの仮面の男であるのなら5000の兵をもってしてもどうにもできなかったでしょうしね。今の問題は別にあります。とおっしゃいますと。元老院が独自にユーディキウムの発掘調査を再開しました。海戦派ローデリッヒ議員。コアクリスタルを失ったことで焦りが出たのでしょう。ユーディキウムはとても繊細な地です。下手にインビディアを刺激すれば。一切承知いたしました。元老院に不穏な動きあらば静中もいたしましょう。お願いします姉さん。光が。なんだ。スザクのコアクリスタルが今まで石みたいになってたのにどうして。知らないのかい。コアクリスタルはね、色を失ってもしばらくすると復活するのさ。復活。また同調できるようになるってこと。じゃあ今同調させれば。新しいスザク殿が誕生することでしょう。そうなんだ。バンダムさん、どうするの。どうしようかな。バンダムさんの大切な朱雀だし、そう軽々しくは扱えないよ。まああんたが託されたようなもんなんだからさ、好きにするといいよ。うん。そろそろ出航の時間だったよね。ああ、うん。先に行って乗船手続きしてくるよ。ニア、そんなに急がなくても。全席自由席なんだろ。いい席取りたいじゃん。おっと、いった。なんだよあいつ。レックス、カバンが。え、ない、ない、ない。ないって何が。バンダムさんのスザクのコアが。じゃあ今のやつが。追いましょう皆さん。くそー。
さっきのやつ子供だったよね。うん、それにあの耳グーラ人だ。ってことはいた、あそこだ。あ、何しやがる。あの野郎、船を奪いやがった。どうします。追いかけよう。他に船は。あった、ガラムさん。オーレックス、どうした、慌てて。船貸して。え、このオンゴ、何があった。盗まれたんだ、コアクリスタル。あれ、あれって。待て、俺の船を返せ。ピットマンの船じゃないか。俺に乗ってるのか。ガラムさん。分かった、キーは差しっぱなしだからすぐ動かせるぜ。サンキュー、後で必ず返すよ。おう、決まれよ、レックス。あいつの船だもん。ああ、間違いない、ここで降りたんだ。まだ近くにいるかもしれませんね。だね、ならまずは情報収集。そうしよう。情報が確かならここにいるはずだよね。ウモのおっちゃんの造船所をねぐらにしてるなんて思いもしなかったもん。逃げられないよう一気に取り囲もう。分かった。お前らよう、随分と遠くまで逃げてくれたじゃないか。おかげでこの先の予定が狂っちゃったよ。くそ、お前たちまだ子供だろ。盗んだもの返してくれないか。子供を痛い目には合わせたくない。お前だって子供じゃないか。これでも一応社会人なんだぜ。さあ返してくれ。誰が返すもんか。コアクリスタルは俺たちのもんだ。どうして持ってんなら力ずくで取り返してみろよ。引き分けのないやつだな。仕方ない、お仕置きだ。さあ言われた通り力ずくで取り返したぜ。ったく、全員塔になるかならないかじゃないか。なんでこんなことしたんだ。あのさ、黙ってちゃわかんないんだけど。お嬢様、もう少し優しく。なんで、盗っ人だよこいつら。ですが相手はまだ子供ですし。なあ、何か事情があるんだろう。もしかしてお金に困ってるのか。バカにするな、金になんか困ってるもんか。なるほど、金には困ってないと。金じゃないとしたら何。素直に話す方がいいもん、悪いようにはしないもん。なあ、仇討ちだ。仇？村のみんなの敵討ちをしたかったんだ。まさかブレイドを同調させるつもりだったのか。説明してくれないか、力になれるかもしれない。
野党に村を。小さいけど平和な村だったんだ。それを水が出るって理由だけで。生き残りは？もしかしてあんたたちだけ？名前は？俺の？それとも村の？両方。リリオ。村の名前はイラーダ。イラーダ村、聞いたことないな。グーラの端にある小さな村だからな。知っている人は少ないよ。リリオ、事情は分かったけど、人のものを取るのは良くないな。それにコアとの同調は危険だ。失敗したらどうするつもりだったんだ。やってみなきゃ分かんないだろ。誰か一人でも成功すればそれでよかったんだ。どうやら相当切羽詰まった状況のようじゃの。相手の居所もつかんでそうじゃが。宗樹の丘に大きな洞窟がある。そこが奴らのアジトさ。リリオ大変だ。奴ら町に。誰？この人たちのことはいい。大変って何？奴ら近々トリゴの町を襲うって。それ本当か？うん、さっき奴らの仲間が町で話してるの聞いたんだ。確かに仲間だったんだな。多分下見に来ていたんだと思う。領事がいなくなって統率が乱れてる今が狙い目だって言ってた。なるほど、確かに襲撃するなら今かもしれませんね。あの領事に統率力があったかどうかは疑問だけど。もしかしてトラたちのせいかも。まあきっかけくらいにはなってるだろうな。見過ごすことできませんね。そうだね。わかった、そいつらのことは俺たちに任せてくれ。任せるって？仇撃ってきてやる。お前レックスだ。それじゃあ行ってくる。リリオたちは町の衛兵に伝えに行ってくれ。伝えるって野党のこと？野党の話をしたところで信じちゃくれないだろう。そうじゃなくて俺たちのことさ。給水塔を壊した連中が宗樹の丘に隠れてるって伝えるんだ。構わないけど何のために？まあそのうちわかるよ。とにかく頼んだぜ。こいつは。こんなものがあっては先に進めませんね。ねえ、これってバンダムといった大噴気口にあったのと同じやつじゃ。間違いない、あの時と同じものじゃ。それなら。うん、スザクの力ならきっと。いいよね、バンダムさん。レックス。やった！無事成功ですね。スザク。お前が俺の新たなドライバーか。随分と小さな奴に起こされたもんだが、ま、よろしく頼むわ。なんだか物言いがバンダムと似てるね。バンダム？誰だそれは。あ、そっか、同調したから覚えてないんだったね。
あんたの前のドライバーさ。俺の前の？なるほど、コアを譲り受けたということか。奪ったとは思わないんだ。お前たちには後ろめたさがないからな。なかなかの洞察力じゃな。さすがはバンダムのブレイドといったところかの。スザク、頼みがあるんだ。この障害物取り除けないかな。これか、この程度のもの造作もない。すごいや、あれだけのものをあっという間に。ふん、造作もないと言っただろう。サンキュー、スザク。スザク、一つ聞きたい。俺の前のドライバー、バンダムさんのこと？そうだ、そのバンダムというもの、どんな人間だった？すごく強くて、こわもてだけど、とっても優しくて、命の恩人なんだ。今俺たちがここにいるのは、バンダムさんのおかげさ。そうか。ならば、俺はお前たちを守ればいいんだな。え？その者の意志を継ぐことが、俺がすべきこと。俺はブレイドをそういうものと考えている。スザク。どうする？奴らそこそこの数、それにブレイドもいるよ。小細工している時間はない。大丈夫、今の俺たちなら勝てるさ。そう言うと思った。ま、嫌いじゃないけどね。あと、殺すことが目的じゃないから、やりすぎないよう注意ね。敵討ち引き受けたんじゃなかったのかも。方法はいくらでもあるだろ。あんたがそう言うなら了解です。じゃあ行くよ。お前ら武器を置け。町には行かせない。なんだったネラは、ガキどもが何の用だ。待て、ドライバーにブレイドだと。さてはてめえら、町に雇われてどうかな。ち、どうやって俺たちの計画を。まあいい、おいおめえら、ガキどもをぶち殺せ。町への見せしめにするんだ。うわなんとか片付いたけど、どうすんのこいつら。おいでなすったの。そうか、このために知らせに行かせたのか。こいつらを罰するのは俺たちじゃないだろ。司職の手に委ねる賢明な判断ですね。となれば長居は禁物ですね。この人たちのことは軍に任せて退散しましょう。ああ、そうしよう。というわけだからさ、船を盗んだこと多めに見てやってよ。他でもないお前の頼みだ。事情も理解できんことはないが、どうする。なあ、船も無事戻ってきたことだしな。その代わりと言っちゃなんだけどさ、罪滅ぼしも兼ねて紹介でこき使ってくれないかな。あ、こいつらを。まさかアレックス、サルベージャーにしろってか。筋はいいと思うんだ。手先も器用だしな。ね、頼むよ。行くあてもないかわいそうな子供たちだぜ。見捨てたら罰が当たるって。だが、お前ってやつは
しゃあない、わかった。プニンさんには俺から伝えておくわ。ただし最初のうちは衣食住の世話のみ、給料は一人前になってからだ。だってさ、おせっかいだったかな、レックス。よし、みんな頑張れよ。ここが帝国使徒か。血が騒ぐも、花のパワーアップに使えるジャンクパーツを売ってないか探しに行くも。ご主人、どうせなら新品のパーツ買ってほしいですもん。もしもし、あなたはトラさんですか。もご無沙汰しておりますも。ムイムイですも。知ってるのかも。ああ、覚えていただけてないですもん。ムイムイですもん。あなたのおじいさま先祖博士の助手だったムイムイですもん。おっちゃん影が薄っぺらいからすっかり忘れてたもん。ドラ、それはひどいよ。いえいえ、とんでもないですもん。あの頃トラさんはまだ幼かったから無理ないですもん。それにご主人の頭の中は花をパワーアップさせることでいっぱいいっぱいだったですもん。なんとこれは人工ブレードじゃないですかも。そうだも、じいちゃんと父ちゃんが残した設計図をもとにトラが完成させたんだも。素晴らしいですも。先祖博士が生きていたらきっと喜ばれたに違いないですも。むいむい、父ちゃんがどこへ行ったか知らないかも。研究所が襲われたあの日、私はお使いに出ていて、戻ってきたら先祖博士のご遺体を見つけたんですも。けど盾蔵博士のお姿はどこにも。そっか、ムイムイも知らないんだも。がっかりするのですもご主人。きっと会える日が来ますも。根拠は全くないですけども。皆さん、この町に着いたばかりのご様子なのにお引き止めしてしまいましたも。この先に知り合いの宿がありますも。温泉が有名なところで、よければお安く泊まれるように口を聞いておきますも。むいむい、いいやつも。極楽だね。本当ですもん。旅の疲れが吹っ飛びますもん。ますもって、あんた風呂入って平気なの？錆びちゃうんじゃない？大丈夫ですもん。花は特殊合金製、錆び知らず、オイルいらずですもん。ドラって案外すごいんだね。ご主人は最高の人工ブレード技師ですもん。
わあ、ホムラ先に入らせてもらってるよ。って光？なんでってダメかしら。いや、ダメじゃないけど。ナイスバディだな。ありがとう。温泉があるって言ったら、ひかりちゃん絶対に入りたいって言うから。で、入りに来たってわけ。忙しいね、あんたら。そうしてくれると助かる。わかった。じゃあ話さない。悪いね。いいお湯だったね。光、嬉しそうですもん。そりゃ500年ぶりの温泉ですもの。堪能させてもらわなきゃ。いつでも変われんの？ホムラに？もちろん。記憶は共有しているから、どちらでいても不都合はないんです。はあ、便利なもんだね。ねえ、今の音何？わかりません。何やら事件のようですが。気になるな。行ってみよう。あーって何？いや、光だなって。あの子の方がいい？別にそういうわけじゃ。そう。ねえ、提案があるんだけど。どうしたの？改まって。少しこっちメインでいてもいい？こっちって光でってこと？起きてそんなに経ってないから、私も君もこの力に慣れた方がいいと思う。光ちゃんと相談したんです。光ちゃんの力は強力だけど、反対に屋内や洞窟じゃ使いにくいでしょ。いろんな状況に対応できるようになるのがいいんじゃないかって。もちろん大賛成。俺も君のことをもっとよく知りたいしね。何よ急に。私もあの子も基本的には同じだから。そうかな。光の方が当たりがきついんだけど。仕方ないでしょ、そういう性格なんだから。ほら、そういうとこ。なんで笑ってるのよ。いや、楽しいなって。ホムラと出会っていろいろ経験できたからね。そして今度は君と出会えた。楽しいことばかりじゃなかったはずでしょ。なのになぜ？辛いことも明日の自分の糧になる。そう考えちゃダメかな。前向きなんだ。前しか見てないってじっちゃんにたまに怒られるけど。しょっちゅうの間違いじゃろ。あそこじゃない？みたいね。バカな、当たっているはずなのにブレイドなのか。いや、違う。
ーラの宇宙じゃない。トラ、お前、さっきのやつ知ってるのか？何やら、花に雰囲気が似てたが。あいつ、キクだもん。キク？トラのじいちゃんと父ちゃんが作ってた人工ブレードだもん。見間違えるはずないもん。ご主人、近くにエーテル炉反応、上ですもん。エーテル炉反応確認。作戦開始。作戦遂行は困難。戦術的撤退が必要と判断。いない。エーテル炉反応消失。逃がしてしまったようですもん。キク。あれは先祖おじいちゃんと立蔵父ちゃんが開発してたキクだったもん。じいちゃんも父ちゃんもトラもドライバーに憧れてたもん。でも3人とも適性がなかったもん。だからみんなでドライバー適性がなくても同調できる人工ブレードを作ろうと思ったんだもん。でも逃げるも、トラ、これを持って遠くへ、そしていつかお前の手で。その後トラはトリゴの町に隠れ住んで、父ちゃんから託された設計図とエーテル炉をもとに花を作ったんだもん。襲ってきた連中の正体はわからないの？正体はわからないけど、キクを奪おうとしていたのは間違いないもん。その連中の目的がキクだったとして、それがなぜ今スペルビアに？帝国兵に追われてたみたいだったけど。わからないもん。もう一つ、もっとわからないことがあるもん。どんな？研究所が襲われた時、キクは未完成だったもん。あれを仕上げられるのは父ちゃんしかいないもん。ってことは、トラの親父さんはまだ生きているってことかの？父ちゃん、きっとあいつらに捕まって。そこの者たち、動くな！帝国軍か。一別以来だな、天の聖杯のドライバー。メレフ様、あいつです。あの機械仕掛けの少女が我々の物体を。は？
ちょっと待ってくれ。なんでそういう話になんだよ。おそらく姉様がやったことをクマの仕業と間違えてるんです。レックスと言ったか。残念。まさか君たちが一連の事件の犯人だったとは。事件の犯人って何のだよ。俺たちじゃない。勘違いだって。やるようになったな、少年。光、分かってる。あの力は使わないでしょ。因果律予測だけでしのいで。どうしても攻撃が必要な時はホムラに変わるわ。頼む。天の聖杯、容姿が変わったようだが何があった。教えてほしけりゃ剣を引け、この分からずや。君を濃くしてからじっくり聞かせてもらうさ。レックス、予測直後にホムラに切り替わるわ。了解。まさかかわされた。お返しだ。メラ様、聖杯の姿が。自在というわけか。いっけホムラ。当てる必要ないですよね。さすが、よくわかってらっしゃる。また手心を加えるつもりか、少年。あんたと戦う理由がないだけだよ。双方、そこまでも。君は確かアバリティア商会諜報局。メレフ様、剣を引いてくださいも。軍施設に侵入し兵士たちを襲ったのはこの人たちではありませんも。では兵士たちを襲ったのはそこにいる機械仕掛けのブレイドではないというのだな。似てるけど違いますも。ニルにしっかり見ましたも。この国に着いて以来監視されているとは気づいていましたが、不快な思いをさせてしまってごめんなさいも。ニルにアバリティア商会のことを内定してましたも。ああ、それで商会の交易船に乗ってきた私たちを見張ってたってわけ。その監視によって無実が証明されるとは皮肉なものですな。どうやらこちらの勘違いだったようだ。いきなり戦いを仕掛けた非礼をお詫びする。いや、いいよ。誰も怪我とかしてないし、誤解さえ解ければ。さあ、炎の貴公子殿に仕立てに出られてはせんかたなかろう。トーラは納得できないも。甘々ウインナー1年分で手を打つも。ご主人、みっともないですも。まあ、私の宝球でできる限りのことはさせていただこう。ところで、君たちと逃げた犯人の間にどんな関係があるのか聞かせてもらえないか。なるほど。ここは一時休戦の上、教頭と行きたいところだな。教頭じゃと。ああ、私たちはあの人工ブレイドを捕らえ、その背後にいる者の正体をつかみたい。虎の父君は話から推察するに、その者たちに囚われている公算が大きい。目的は一致すると思うが。そうなるのかな。下手に敵対するよりは申し出に応じた方が得策ね。帝国の宝珠カグツチの力はあんなものじゃない。彼女が本気を出せば私も手加減はできない。そうなればここは焦土と化すわ。天の聖杯にそこまで言っていただけるなんて光栄ね。あなたは忘れているだろうけど、
以前何度か手合わせをしたことがあるの。そりゃもう手強いのなんの。そうなんだ。その話はまた今度。どうみんな。確かにあんまり敵に回したくないね。わかった。じゃあ今から俺たちは味方同士だ。私は一旦後宮に戻る。何か新しい情報を得たら一報をくれ。後宮の警備兵に取り次ぐよう伝えておこう。わかった。よろしいんですか、共闘なんて結んで。お前が本気でないのと同様、向こうだって本気ではない。なのにあれだけの力を行使する。興味が尽きないじゃないか。ドライバーとしての血ですか。そんなもんさ。それに、ん、あの少年といれば普段は見られない何かが見られるような気がするんだ。そんなことがあったのですもん。でも誤解が解けてよかったですもん。それじゃ俺たちは俺たちで菊の行方を探そう。私の方でも手がかりを探してみますもん。なんとしても盾蔵博士を見つけましょうもん。そうか、確かにその場所には30年前に廃棄された工場跡がある。じゃあビンゴってやつ。行って確認してみないことにはわからんがな。行ってこようか。君たちが。無茶はしない。危なそうなら引き返すってのでどう。実のところ、すぐには軍を動かせない事情もある。頼めるか。もちろん。こちらでもある情報をつかんだ。今回の一件、ノポンの政商が絡んでいるという噂がある。ノポンの政商っていうと、バーン会長。今金の流れを洗っている最中だ。何か分かれば知らせよ。忙しそうだね。まあな、軍を動かせるようになったら私も後を追おう。わかった。また会うたな、天の聖杯。あ、カメちゃん。おう、って誰がカメちゃんじゃ。ノリツッコミ、基本中の基本ですね。ワイの名はジーク・ビー・アルティメット・ゲンブ様や。ちゃんと覚えんかい、アホンダラ。長えよ、だいたいなんだよアルティメットって。この前は周りがよう見えへんかったから運悪く不覚を取ってもうたけど、今日は正真正銘硬い地面の上や。前のように逃げられる思ったら大間違いやで。逃げてないし。っていうかカメちゃん。なんじゃい。返事してもうてるし。前から気になってたんだけど、そのカメ柄の眼帯何？とこに気ぃついたな。これはやな、闇を突き邪を払う伝説の眼、覇王の心眼や。めちゃくちゃ強力やから滅多なことで解放せえへんのや。中華解放したら己ら一瞬で消えてまうで。なんだ邪眼か。ちなみに左目のコンタクト買うお金がないからしてるんとちゃうよ。
買えよ両方。っていうかまさかの金眼。ところで本日はどのようなご用件で。アホか、天の聖杯に決まっとるやろ。あのね、あんたたちに相手してやるほどこっちは暇じゃないんだ。さ、帰った帰った。なんや、わいらの気迫にビビってちびったんとちゃうんか、猫女。なんだと、誰がちびるかい、この亀頭。にや、亀頭ってのはちょっと。は、なんで。なんでっていうか、なんで赤くなってるの、光。前より強なったやないか。だがそれもここまでや。行くで、うりゃ。剛力降臨、アルティメットライジングスラッシュかい。かーいってこの前と一緒じゃん。なかなか爽快だも。24時間フル稼働で生産を続けてますも。むいむい、初期生産分のエーテルロ1000個はイーラに売りつけるも。え、ですが、ここの資金は帝国のローデリヒ議員から出てますも。キクが盗み出した材料のコアチップの情報も議員からだったのでは。そんなの関係ないもん。金を積んだ方が優先も。あのじいさんはしばらく待たしときゃいいもん。そのうちインビディアと回線になれば焦ってさらに金積むも。さすがバーン会長、そこまで深くお考えとは頭が下がりますもん。もう金儲けの基本も。たくさんの人工ブレイドが。まさか本当に父ちゃんが。うん、一体何が目的なんじゃ。よからぬ目的がありそうじゃの。とてつも博士、いい加減指示を出せ。これ以上生産が遅れたら博士の命も保証できないぞ。神経サーキットの負荷を2割カットするも。その方が生産性は向上するも。最初から素直になれ。あの人、もしかして。え？お前は、ドラなのかも。タテゾウ父ちゃん、かも。ドラ父
私もだもん。トラ、よかったな。ありがとう。このお方々はトラのお友達、じゃなくてお友達も。そうか、こんなところまでいい友人を持ったもん。お、この人工ブレイドは花だもん。キクの設計図を改良してトラが作ったもん。おお、彼は素晴らしい。トラ、精進したもん。皆さん、積もるお話もあるでしょうが、今はまず脱出を。おお、そうじゃな。急げ、レックス。なあ。そうはいきませんもん。ムイムイさん。まさかあんた。おやおや、気づいてなかったんですかも。あなた方をここへ誘い込むためわざと情報を流したんですも。そうでなければここの場所が簡単にわかるわけありませんも。お前、許さないも。ご主人、マジで怒ってますも。その人工ブレイドを手に入れる機会を待ってましたも。さあ、やっておしまいですもん。なんという強さですもん。いろいろ答えてもらうよ。あんたたち、ここで何をやってたんだい。商売ですもん。エーテルロと人工ブレードを量産して欲しがってる奴らに売りつけてたんですも。私は脅され、量産に協力させられていたんだも。父ちゃん。その上今度は花を欲しがるとは、欲をかいたもんじゃの。私には分かったんですも。そいつには先祖博士が残したエーテルロが組み込まれてますもん。だからその通りも。あれは私にも再現できない父の最高傑作だもん。で、テートじゃ具合が悪いからってここにおびき出したってわけだ。はいですもん。こいつは最初から人工ブレイドを狙う一味だったもん。父の助手でありながら情報を紹介のあの男に売り、研究所を襲わせたんだも。じゃあじいちゃんが殺されたのはこいつのせいなのかも。その通りも。紹介のあの男ってもしかしてあんたに命令してたのか。そう、俺だも。全くお前は爪が甘々だもん。せっかくおびき寄せることができたのに捕まえ損なうなんて、もう申し訳ありませんもん。だが許してやる。人工ブレイドだけでなく天の聖杯までやってきたんだから。もう先祖博士のエーテルロを手に入れて、さらに完璧となった人工ブレイド量産で大儲け。さらにさらに天の聖杯を売り払って大儲け。これで柔らかキノコ食べ放題だもん。会長、あんたこんなひどいことするやつだったなんて。お前こそいい仕事いろいろ回してやったのに恩知らずだもん。で、天の聖杯は誰に売り払うつもりなのさ。やっぱりイーラ。なんでイーラを知ってるも。って、よく見たらお前
イーラのドライバーだもん。なんでこんなところにいるもん。エーテルの1000個なら外の船に積んでるもん。え、そっちの取引相手もイーラなの。よくわからないけど、みんな黙らせてしまえばいいもん。聞く、やってしまえば。任務了解、戦闘開始。トラ、あいつを破壊してくれも。ムイムイに改造されて、もう私の言葉すら届かない。トラちゃん、わかったもん。行くも、ハナ。了解ですわ、ご主人。負けないでも、ハナ。もちろんですわ、ご主人。理解不能。お前に組み込まれているエーテル炉は完全には起動していない。ならば初期型から改造されたトークの方が出力は上。出力とかそういう問題じゃないですわ。花のご主人が負けるなと言ったんですわ。だから花は勝つ。ただそれだけですわ。理解不能。だからお前はポンコツなんですわ。キック。トラ、こいつは私の言うことを聞かない悪魔の兵器に改造されてしまったも。だがそれでも先祖は父さんの形見であり、私の夢なんだも。理解不能。ねえ、何やってるもん。お前なんて壊れても構わないも。相打ちになってでもエーテル炉を奪えも。私はもう奴の命令に従うんじゃないも。聞く、早くやれも。私のご主人様は、私のご主人様は先蔵博士と盾蔵博士です。もなに、制御装置を自分で破壊したもん。もも、よく頑張りましたも、姉様。花。花、聞く。こんなはずでは。母様。さくらの軌道はどうなってるも。いつでも行けますも。よし、行くも。わかりましたも。
バーンのやつどこ行った？なんじゃこの揺れは。ノバーンゴおとりになります。その隙に。いいえ、それは花の役目ですもん。ドラ、花。花？すごいエネルギー。姉様のおかげですもん。ご主人様、あんな装置に操られて申し訳ありませんも。こいつ、様をつけるなんて花より礼儀正しいも。いいんだも、お前が心を取り戻してくれただけでも。妹よ、迷惑かけたも。迷惑はかけられ慣れてますも。誰のことだも。花、もう一つ頼みがあるも。私たちのたくさんの妹たちを救ってみせますも。花の使命ですも。よかったも。あとは私にできることを。花、私をスターターにして。そうだったも。花のエーテル炉は菊の試作型エーテル炉のパワーで転化できるも。姉さんも。そんなことして菊は平気かも。せめてもの罪滅ぼし。私の命の炎でみんなを。さあ花、お前の真の力を見せてやれも。了解ですも、ご主人。チェンジ JK モード、スイッチオン。
は勝つも。ご主人、調子に乗りすぎですもん。お前もこれからは悪いことに使われないといいですもん。わあ！バーンがいないよ。あそこです、お嬢様。待て！モモモ、お前らしつこいも。お前こそしぶといぞ。人工ブレードの製造をやめるも。これ以上じいちゃんたちの研究を悪用させないも。そんなことしたら大損だも。このプロジェクトにはいっぱい投資してるんだも。ふーん、じゃあ帝国軍に引き渡しちゃおうかな。キクのやったことでも目をつけられてるだろうし、他にもまずいことたくさんやってるんじゃない。ギク、レックス、お前そんな悪どいやつとは知らなかったも。悪どいってどっちがだよ。わかったも、人工ブレードの製造はやめてやるも。そいつにはまだ利用価値がある。余計なことされると困るんだけど。弁慶、サタヒコ。ん？ああ、誰かと思ったらニア。義経から裏切ったとは聞いてたけど。ニアの知り合いかも。イーラのドライバーだよ。取引相手がよりによってこいつらだったなんて。こいつらとは随分な言い草ね。新参だったくせに。いいじゃないか、弁慶。ニアだけじゃなくて天の聖杯までいるんだ。なあ、きっと俺たちの未来を祝福して神様がドハッ。サタ、あんたうざいよ。はい。裏切り者は抹殺。聖杯はお持ち帰りね、サタ。めんどくさいけど任務だから。了解。光もニアも俺たちの大切な仲間だ。思い通りにさせるもんか。こいつら強い。あの数の武器と鉄壁防御だからね。何人も同時に相手してるようなもんさ。レックス、撃てるわ。本当？でもここ屋内だぜ。構造計算してみたけど、一撃だけなら耐えられそう。ただし、あのクレーンの下限定ね。他は無理だと思う。オッケー。ならそこに追い込むか。みんな！いいよ、やったろうじゃない。わかったもん。でゃあっ、はぁ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 、もらったから。青い炎ネレフ。やれ、無茶はしないんじゃなかったか。成り行き上ね。助かったよ。炎の飛行士。こりゃまた厄介なのが出てきた。ネレフ、あいつらをクレーンの下まで追い込めないか。奴らの連携を崩せる策もあるのか。うん、とびっきりのね。了解、やってみよう。さすがに帝国最強の名は伊達じゃないってか。奴らを炎の壁で取り囲むぞ。カグツチとホムラの連携か。私たちは左から撃つ。あなたたちは右からお願い。わかりました。
タイミング合わせますね。直後にひかりちゃんが飛びます。剣の残存エネルギーに注意して。任せて、行くぞ。こいつら取り囲もってか。ジュー、この程度。リャワイルドロー、どこから。どこ見てるの、サタ。花、カムカム。了解ですわ。調子に乗るな。今だ。どう、総炎剣2の型、妙ローリングスマッシュ。囲まれたなら上から。美しい。まさかあれを食らって生きてるなんて。いや、岩盤でのロスを計算に入れたギリギリの威力だ。さすが天の聖杯といったところか。ブレイドのコアを狙って。あいつらもボロボロも。このクソ野郎が、あたしの大切な武器をぶっ壊しやがって。もう許さんぞ。ぶっ潰してやるから、そこは動くなよ。押せ、ここでそれを使うな、ベイケン。なんという力、何者だ奴は。待ってください、何かが変です。うん、体の治癒が。大丈夫かベイケン。この力、まさか。誰だ。そういうことかよ、アーケディアのクソ坊主。アーケディアだって。分が悪い、引くぞベンク。ふざけるな、このまま引き下がれるかよ。目的の物はいただいてる。それにお前の身に何かあったら義経に顔向けできないから。な、話せ。そういうとこがうざいってんだよ。はいはい、お仕置きは後で受けますよ。逃がすと思うか。何、あの船は。モノケロス、隠れてたのか。メレフ、メレフ様。大丈夫だ、あの程度でやられはしない。逃げられたな。ファンレノルン、アーケディアの女神、なぜあなたがここに。ファンですって。もうすぐだ、ラウラ。